ですね、結構質問の多い精神病って何なのって話をちょっとしたいなと思います。はい、まあっていうのも僕自身が精神病の方々の職業指導員として働いておりまして、でまあ実際に僕自身もなんなら、精神病にまあ片足とまでは言わないけど足首ぐらいまでは使ってる人間なんですね。はい、まあ、たまに薬飲んだりもします。僕もね、なんかちょっとおかしくなって、その自分の感覚的な話ももとに精神病って何なのって話を今日したいと思います。はい、まあ、よくね心の病なんて言いますけれどね、まあ、実際でも心の病なんてものじゃないです。はい、精神病っていうのは脳のバグみたいなもんなんですよ。脳のバグね、人間って交感神経と副交感神経があるじゃないですかね。聞いたことあると思います。で、寝るときにはその副交感神経っていうその神経が優位になってないと、交感神経よりね優位に立ってないと寝れないそうなんです。で、ゆったりできるみたいな。副交感神経が優位になるとこうリラックスできるんですって、人間ね。で、普通だったらその朝日を浴びてからその何時間後にその副交感神経が優位になるとかね、 あとはまたその疲れたら副交感神経が優位になるってまあなってるんですけれども、そのシステムがなんかうまいこと働かなくなってるみたいな状態が精神病だと思っていただけたらなって思います。はい、まあ、なんかね、ちゃんと正式には医学的になんか証明されてんのかな、されてないみたいな話なんですけれど、なんかね、脳の中に、なんかその良くない物質が溜まることでね、精神病って発症するそうなんです。で、大体ね、利用者さんからもいろいろ話聞くと、大体みんなまずやっぱ発症した当初っていうのは寝れないからスタートするんですって。寝れないね、僕もそうでした。その本当に通院ちゃんとしてた時っていうのはもう本当に寝れない、眠気が全く来ん、全くですよ、全く来ない。で、1週間ぐらいマジで寝てないみたいな、状態が続いたんですよ。寝れないからスタートする。結局だからその副交感神経とかのその副交感神経のシステムがもうバグってるわけですよね。結局人間っていうのはその上がったり下がったり普通繰り返すんです。まあ誰でもね、イラッとしてこの野郎って思うこともあるけどもね、人間の怒りって6秒がピークって言われてるんで、そこからね、まあ6秒とはねちょっと言い過ぎな気もするけど、そこからでも緩やかに下がっていく技でこうフラットに戻るっていうんですか、でどんだけ悲しくてもちゃんとこうフラットに戻るように、とにかくフラットに戻るように設定されてるんだけれども、そこも脳のバグでそのフラットに戻らない人もいるんですよ。バーンって上がったらもう、もうずっと怒ってるみたいな。もうね、そのままそのね、やっちゃったりするわけですよね。そう、なんか、だから精神病って結構心の病なんて言われるけど、その脳のバグなんですよ。っていうことをちょっと一回頭に入れて、で、実際僕も、そんな感覚的な話をします、今から。めちゃめちゃちょっと、わかんないと思うんですけれど、難しいと思うんですけど、感覚として、結構ね、本当にその病状がやばかった時っていうのはね、なんか脳がね、こうギューって縮むような感覚がありました。っていうのもすごいその、負の、もう嫌なことをずっと我慢してる時みたいな。なんとなく皆さんも経験あると思うんですけど、なんかそのどうしようもない嫌なことをずっと我慢してるみたいな。まあ逃げてもいいんだけど、なんかその性格上逃げれず、で、ね、相手をとっちめることもできずみたいな、でその環境にとどまるしかないみたいなのをもう日々ずっともうその日々を過ごしてて、なんかその脳がギューってこう縮むようななんか感覚がありました。そうで、もしかしたらそれがそのある種その脳へのダメージなのかなってちょっと今になって思うんです。で、さらに言うと脳へのダメージってもう一生回復しないんですって。そう、だから精神病ってのは治らないと言われている。で、僕も実際その薬は今もう飲んでないんですけれど、とはいえやっぱり全く飲んでないってわけではないし、そのなんか変だなって時は全然ある。これちょっと始まってんなって。まあでも僕はすごい自分を分析してる、して生きてる人間なので、こう分かるからすぐその時には薬飲むんですけど、なんかね、やっぱりだからその、できるだけ、これちょっと習慣の話に戻ります。脳にダメージを与えない習慣。やっぱむずいんですけど、脳にダメージを与えない習慣を意識した方がいいですね。だからちょっとでもこう、まあ要はだから、なんだろうな、こう、嫌なことを、やっぱ我慢すんのって良くないんですよ。嫌なことを我慢しない習慣ですか？はい。やっぱ嫌なことをその我慢するとこうギューってこうずーってなるから、頭がね、脳がなんかこう縮んでる感覚になるから、嫌なことを我慢しない習慣をつけちゃっていいと思います。はい。もう逃げるときは逃げるね。
ね、まあ相手が誰であろうと、もう本当これストレスになってんなってね、こいつマジでストレスになってるってもう分かってる、自分で分かってんだったらもうできるだけ距離を取るとかね、もう言っちゃうとかね、そう、もうなんかそういう風に生きていいんだと思う。だって脳へのダメージは一生ものなんですよ。そこで我慢して一生その脳にダメージを負うことになる。で、負うと結局精神病ってことになっちゃうわけですよね。だからそこはもう我慢しないでいいんだと思う。嫌なことね、嫌なことっすよ。まあそのなんか耐えるべき時はあるけど、なんかもう本当にそれがストレスになってる、なってて、あの自分がおかしくなりそうだって脳がなんかギュってなってるなってなんとなく感覚的にわかる人は今すぐそこから逃げちゃっていいと思います。ということでお疲れでした。無理しないでね。